フリーザとの死闘を制した孫悟空。しかし無情にもナメック星は爆発し、悟空の姿はいずこかへと消えた。地球に移動したナメック星人たちやベジータはしばらくの間ブルマの家に住むことになった。わずかな時間だけ蘇った最長老は再び寿命の終わりを迎え、皆が見守る中安らかな眠りについた。新たに決まった最長老ムーリによってナメック星の1年である130日後、ついにナメック星のドラゴンボールは復活する。一度の願いで一人ずつではあるが、何度でも死んだものを生き返らせることができるというナメック星のドラゴンボール。そのドラゴンボールを使って悟空とクリリンを復活させようとした時、新たな事実が分かった。なんと悟空は生きており、自力で帰ってくるというのだ。消滅したナメック星で生き返らぬよう、一つ目の願いでクリリンの魂を地球に呼び、二つ目の願いでクリリンが復活した。そして悟空の代わりに先にヤムチャが復活した。大喜びするご飯たち。そして再び130日後にドラゴンボールが使えるようになり、一つ目の願いでチャオズが、二つ目の願いで天津飯が復活した。最後の三つ目の願いでナメック星人たちは新たな星へと移っていった。彼らのドラゴンボールとともに。おっす、オラ悟空。なんだって、フリーザが生きてた？しかも奴は父ちゃんと一緒に地球に近づいてるって。オラのいねえ間に地球で悪さするつもりか？お前の好きにはさせない、フリーザ。ん？おめえは。次回ドラゴンボール Z、 戦慄の人造人間、未来をかけた大激闘、絶対遊んでくれよな。ごはんちゃん、勉強、ナメック星に行ってる間結局あんまり勉強さできなかったみたい。でもちょっと詰め込みすぎちゃって頭がパンクしちゃう。しょうがねえな、まあ気分転換も必要かもしんねえし。それじゃちょっと出かけてくるね。あまり遅くなるでねえぞ。それじゃやってみよっと。
こうかな。Komm einfach mit der Steuerung nicht klar. Er hat schon das pinke Hemd an. Snape. Der ging den Abgrund runter. Nee, jetzt mal volle Kanne anlaufen. Ja, nein, das funktioniert nicht. Passiert. Nichts passiert. Okay. Von innen.
Und wie? Ach, okay. Sie ist tot. Je, ein Dragon Ball gefunden. Wieder steht hier total an der Kante. Ein Schritt oder er stirbt aber. Nein, ich bin gemeinsamer nicht. Ja. Ups. Das war jetzt keine Absicht. Kann ich da runterrutschen? Nö, kann ich nicht. Oh Gott, nee. Ja, kommt heute Nacht bestimmt von dem. Nein, ich halt. Ich muss hier nach unten, nach oben, nach links. Nein. Scheiß D-Medaillen verbrauchen sich, wenn man sie gefunden hat. Das ist eine Pisse. ザコンがいるようだな。ん。ザコンがいるようだな。
Du ja. Sakuma,孫はまだ帰ってきていないようだな。頑張るだぞ。じゃあ、気分転換はできただか？よし、じゃあしっかり勉強して、悟空さが帰ってきたとき。うん、早く帰ってこないかな、お父さん。フリーザとの戦いからおよそ1年半余りの時が過ぎた。孫悟空は未だ地球には戻ってきていなかったが、地球にはしかしその平穏も今破られようとしていた。地球に近づく邪悪な気配によって。みんな集まってた。クリリンさん、気づいてますか？フリーザと、もう一つのフリーザによく似た大きな木。ああ、そりゃな。気づかないわけないだろう。こんなにでかい派手な。大変なことになったな。フリーザなのか。ああ、そうらしい。貴様ら、喋ってる前にさっさと戦闘力を消せ、マヌケめ。奴らはスカウターを持っているんだ。あのナメック星人はとっくにそうしている。さすがだ。ピッコロ、来たぞ。あっちに降りた。間違いない。フリーザだ。やっぱり
フリーザの他にもう…いいか貴様ら飛ぶんじゃないぞ。スカウターで探られんように歩いて近づくんだ。お前たち あんな強い気を持つ奴と戦っていたのか。冗談じゃないぜ。近づいていってどうしようってんだ。だったらどうする。ここで腐ってるか。好きにしろ。どうしようもないのはみんな知ってるんだ。はっきり言ってやろうか。これで地球は終わりだ。どうしてこんなことに。どうしてあのフリーザが生き延びてたんだ。カカロットの野郎、なぜとどめを刺さなかった。またヤツと戦うことになるとはな。とにかく近づくぞ。歩いてな。近づけば近づくほど空気が重くなってきやがる。そろそろ奴らの宇宙船だ。準備はいいな。はい。地球か。悪くない星だ。その孫悟空とかいうスーパーサイヤ人がここに戻るまで計算ではあと3時間。待つのかフリーザ。もちろんだよパパ。だけどあいつが来た時悔しがらせてやりたいから、地球人を皆殺しにしてやるんだ。地球人などはどうでもいいが、スーパーサイヤ人だけは必ず息の根を止めねばならん。どんな手段を使ってもだ。何か用でもあるのか地球人。お前たちを殺しに来た。フリーザ一刀両断。未来から来た謎の少年。殺しに来たって僕たちを。片付けろ。はっ。ほほう、なかなかやるじゃないか。初めから全力でかかってくるんだな。僕は孫悟空さんのように甘くはない。孫悟空、なるほど。貴様もあいつの仲間か。会ったことはない。知っているだけだ。やれやれ、貴様が部下を殺してしまったおかげでこのフリーザ自らが働かなきゃならないよ。誤算だったな。なーに、貴様や地球のゴミどもを大掃除するくらい僕ならあっという間にやってみせるさ。そうじゃない。僕が言ったお前の誤算とは、スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない、ここにもいたということだ。はあ、くたばれ。スタッフがトランクスゲームサイバーフリーザーキャンプ。Das würde ich nicht mehr machen. So eine Sache, die man den Ari hatte. Joku Ome Ome to Tsuki Ome to Rareta Monda. Wada Ome to Rareta Monda. Wada Ome to Rareta Monda. Wada Ome to Rareta Monda.一瞬で僕に殺される。分かっているんだ。
しんでる場合じゃないぞ。まだまだ。それで終わりか。来ます。Ich möchte ja, wenn ich mit einem Schwert hieb. バカな。オキアキア、一体何が起こってんだ。行ってみるしかあるまい。気を抜くなよ。何やってくるかわか。これから孫悟空さんを出迎えに一緒に行きませんか。なんでおこのすぐ近くですから、僕についてきてください。どうする。僕は言ってやるか。奴の正体を暴いてやる。悪い人には見えないけど。